霞沢岳は、平山脈南部に位置する標高は2646メートルの山。山体すべてが長野県松本市に属する。中部山岳国立公園内の常年山脈の最南端に位置する。アルピコ交通上高地線、新島駅の西北西16.7キロメートルに位置する。山頂部には三本槍と呼ばれる岩峰がある。北側の上高地には、 アズ川が流れ、山の西から回り込み南側を流れる。その南側のアズ川沿いには、国道158号が通っている。山名は、南東側のアズ川の支流かす沢の源流の山で、あることに由来する。山体は、砂岩、河口岩、安山岩、隠歴岩など複雑な構成となっている。山頂の南5 7トルには1928年に、 完成した東京電力の霞沢発電所があり、上流のあずさ川から霞沢だけの南西山腹を貫く水路のトンネルが作られ有効落差454メートルでの発電を行っている。日本200名山ーーに選定されている。上高地では、穂高連邦に退治した背後の山であり、登山道は、特号峠からの道しかなく、重走路から外れるため、 訪れる人もあまり多くない。しかしながら、この山から見る、ホタカ連峰や笠ヶ岳の展望は、特筆に値し、ガイドブックや、登山地図などで、よく紹介される。日本画家の加藤美代さんが霞沢だけの風景を、描いている。長野県松本市の常年山脈南部に、標高、約2140メートルの特号峠がある。安佐川の支流の島々。 谷川南谷及び黒沢源流部の分水嶺となっている。江戸時代の漢文年間から島々から特号峠を越える道は木材の搬出や炭焼きなどの生活を支えるルートであった。高化年間に特号峠から上高地へ下った白沢出会いに徳割の小屋の牛番小屋があったことが特号峠の名称の由来の一節とされている。年に 死賀しげが、特号峠越えを行った。1895年測量の国土地理院の5万分の一の地形図には、特号峠の名称が記されていた。1923年に、上高地温泉株式会社が、特号峠越屋を開業。1927年に、上高地が日本新八景に選定されると、特号峠越えの上高地へのルートが、 メインルートとし多くの人に利用された。1933年に上高地にバスが乗り入れられると特号峠を利用する人は少なくなった。その後特号峠小屋は昔ながらの峠の小さなランプ小屋として親しまれ、2010年に新館が旧館の隣に新設され、大正時代の旧館は資料館として改修維持されている。その旧館は2011年に 国の登録有形文化財に登録された。日本産学会の創設者の一人である、小島薄井が1902年夏に、沢渡りから霞沢を上り、霞沢岳の稜線を越えて、上高地に入った記録が残されている。1913年には、ウォルター・ウェストンが、八重門沢から登頂した。上高地の明神及び、島々谷からの登山道が開設されている。 それぞれのルートは、特号峠で常連山脈の稜線図体の登山道に合流する。特号峠からの登山道は1984年に開設され、それ以前は八江門沢などからのバリエーションルートのみであった。山頂には二等三角点が設置されている。北側の六百山には登山道がない。特号峠のすぐ西側には、 スタジオジャンクションと呼ばれる穂高岳の見晴らしの良い展望地がある。特攻峠からの稜線は鉱山帯で、白びそこ滅がカンバなどの新葉樹林に覆われ、ジャンクソンピークの西側には、木の笠草、白山風呂などの鉱山植物が見られる。山頂付近は、森林限界を超える鉱山帯で、K1 ピーク、K2 ピークと呼ばれる、急峻な岩尾根のピークがあり、 ハ末が分布している。徳郷峠西のスタジオジャンクションから望む、穂高岳登山道場やアズ川藩の名神などには、山小屋や宿泊施設があり、一部の山小屋には、キャンプ指定地が併設されている。最寄りの山小屋は、徳郷峠にある、徳郷峠小屋。上高地には、東京医科大学医学部の上高地診療所が、開設されている。 霞沢岳から望む穂高岳奥穂高岳から望む上高地と霞沢岳右端は小岳、円形は乗り倉岳常年山脈の最南部に位置し、あずさ川と上高地を挟んで小岳と穂高岳が退治している。源流となる以下の信濃川水系あずさ川の支流の河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。